さんこんにちは、 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はギターソロ弾き方解説、曲は蛍の光をお送りしたいと思います。8小節の短いメロディーでワンコーラスになっておりまして、ワンコーラス目が簡単な単音のメロディーで、2コーラス目がそれにハーモニーも加えた感じでアレンジしてみました。今回解説に使用しましたギターはこちらです。エルヴィスのマスターミニ20、カッタウェイがこの印象的なトップ単板のアコースティックギターですね。これを使って解説したいと思います。まずはどういうアレンジかというところ、実際の演奏を聴いていただきたいと思います。スタジオの映像でそちらをお楽しみください。どうぞ。はい、聴いていただきました。蛍の光です。まあ、有名な曲ですよね。これ、日本の曲かと思ったら、実はスコットランド民謡なんですけど、はい、この曲、わりかし簡単に、ベースはルートともう一つ、5度、もしくは、3度などいう感じで、こうやってボンボンボン、ここは次はオクターブとかっていう感じで、こう交互に交互に四分音符で弾いていく感じです。でそれにメロディーを 1,2,3 弦あたりで入れていくという風なアレンジになっておりまして、まあ弾ける方は同時に譜面を見ながら同時に弾いていってもいいんですけど、弾き慣れてない方はまずは 1,2,3 弦のメロディーを弾いて、で弾けるようになったら人差し指中指ですね、使うのは。で弾けるようになったら親指でベース音、4、5、6弦主に担当するんですけど、こちらを親指でピッキングすると。それだけで別個に弾いて最後にできるようになったらくっつけた方が最終的な仕上がりは早いと思います。はい、それでは実際左手の運指ですね、これを説明していきたい、手のアップを見ていただきながら説明していきたいと思います。はい、では行きましょう。一番最初、アウフタクトといって4拍目。1、2、3、4から入る感じで。で、次のコードは C ですので、C のコードを押さえてください。で、そのまま弾くだけです。ここまで。指は動かさずに C のコードを押さえたままで弾いております。はい、次ですね。6弦は、薬指で、2弦は小指で押さえましょう。で開放引いて、次小指を離して人差し指で1で、また小指に戻ります。はい、で薬指を5弦に移動です。こうですね。はい、次、それに2弦1フレット人差し指を足して、ついでに中指で4弦の2フレットを押さえましょう。これで C のコード完成してると思うんですけど、はい、で小指で1弦の3、はい、ここでスッと手が動きまして、小指は5、それから人差し指で3フレット制覇しましょう。で制覇しても弾くのは4弦と5弦だけですので、力入れるのここら辺だけでいいです。全部に均等に力入れると疲れますので、4弦と5弦だけでいいです。こうですね。でこのまま次につなげるために小指を3にずらす。今もう音消えてましたけど、こういう風な感じでスライドさせてつなげていくと、音が切れずに綺麗な感じになると思います。はい、で、次の小節いきますと、これまた C のコードを押さえたところに1弦3フレット小指です。小指を離す。はい、次 G のコード、先ほどと同じです。
でまた C で次が F です。こうやって F を押さえていただくといいです。5弦から薬指、小指で中指で2弦が人差し指です。そうするともうこの押さえたままここは弾けますからね。はい、 G7 のところは薬指で6弦の3です。はい、それでまた C のコードを押さえましょう。この後ハーモニーが入った2コーラス目に入るんですけども、先ほどの押さえ方とほぼ似てるような感じです。それでは行きましょう、これもアウフタクトで4拍目の2と0ですね。 C のコードを押さえて先ほどのままこうですね。はい、でこのまま C のコードを押さえたまま弾いてください。こうですね。はい、ここまでずっと C のコードを左手は押さえたままで弾けます。はい、 G のところなんですけど、押さえるのは先ほどと同じです。薬指で6弦で小指で2弦ということですね。で小指を離す、でまた戻る。はい、次 C のコードをさっと押さえてこうですね。このままですね。で小指で1弦の3。はい、この次先ほどと若干変わります。セイヤはそのまま人差し指でやるんですけど、6が小指で5が薬指です。はい、このままスライドさして次につなぎましょう。ここも C のコードを押さえて1弦の3は小指です。はい、次 G ですよ。で C を押さえる。で F は先ほどと同じ押さえ方でいいです。で G7 薬指で6弦の3ですね。で最後は C のコードを押さえてください。で、ピッキングの方です。親指ではなく人差し指で5弦から順番に。はい、これで終わりです。はい、ということで蛍の光弾き方解説をお送りいたしました。左手の方コードを押さえるだけにプラス小指だけ足すとか、そういう風な感じで単純に作りました。1箇所だけ3フレット制覇してっていうところがあるんですが、それ以外はわりかし初心者の方でもやりやすいと思います。この制覇の部分、ギターで制覇っていうとちょっと力がいるイメージですけども、グイーっていう力よりはこう押さえるところ、これさえ意識していただくと押さえやすく音が出やすくなると思います。押さえるべきところはこのフレットとフレットの間のこの3フレット側ギリギリ、この辺ぐらいを押さえてください。ここから遠くなれば遠くなるほど力がいります。押さえるに力がいります。同じように押さえるとしてもここよりもこっちの方が力いるので、できるだけここ側を押さえればそれほど力はいらないです。でこうやって、5と6とこうやる感じなんですけど、これやるときにここは先ほども言いましたように4弦と5弦しか押さえてないんです。このここの人差し指で、あとはこういう感じですね。ほら1弦2弦3弦なってないじゃないですか。6弦もなってないです。3弦と4弦と5弦だけ鳴らす、こういう風にすると先ほどの F のところも押さえやすくなると思います。この辺押さえるコツですから、ぜひ習得していただければと思います。はい、ということで DJ のアコースティックギター講座でした。今回解説に使用しましたギターはこちらです。はい、エルビスのマスターミニ20、マスターシリーズの中の上位機種ですね。トップがスプルース単板です。すごく目の詰まった綺麗なスプルース使われてますね。単板ですから引き込めば引き込むほどより音に深みが出てくると思います。でミニってついてるんですけど、十分音量もあり、ライブなんかでもガシガシ使っていただけるギターだと思います。単板ですのでちょろちょろって弾くよりももうガシガシ弾いてですね、どんどん育ててあげていただくとより愛着も増してくるんではないかなと思います。はい、このギター3年保証がついておまけもたくさんついております。ケースなんかもついてますから、ギグバッグですね、その辺のおまけの詳細はですね、商品リンク、先ほどから出てます QR コードと、それから
動画の概要欄のところにもリンク貼っておきますので、そちらで確認ください。人気の機種でありますから、入荷してもすぐ売れる場合があります。すぐ売れてもですね、必ず入荷しますので、お待ちいただければと思います。というところで BJ のアコースティックギター講座は以上です。この動画のスポンサーはエルヴィスでお送りいたしました。それではまた別のお話でお会いしましょう。さようなら。